ホーム駅の上を国道210号が走っている天ヶ瀬駅は大分県日田市天ヶ瀬町桜岳にある九州旅客鉄道久台本線の駅である特急有、湯、湯い院の森の停車駅である島式ホーム一面二線を有する地上駅現役車は1996年8月2日から共用開始されている鉄骨木造平屋建てのもので 観光情報センター、天の国プラザと駅舎が併設されている。JR 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅であるが、駅員配置は平日7時25分 -18、40と休日8時15分 -18、00のみで、それ以外の時間帯は無人となり駅舎は閉鎖され、校内への出入りは駅舎側の通用口からとなる。 1965年度には、乗車人員が34万5728人、降車人員が35万6620人で、手荷物や小荷物も取り扱っていた。2013年度の乗車人員は3万6136人、降車人員は3万6651人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による、 年間乗車人員の値を各年度の日数で割った値。駅前にはヶ瀬温泉の温泉街が広がっている。駅のすぐ上を国道210号の高架が通っている。ありがとうございます。